を手にした聴覚は太古の力を使い蚩尤の封印を解いた。解き放たれた蚩尤は時空を乱し名将たちを封印してしまう。信州全域が瞬く間に殺戮の嵐に飲み込まれている。人々が絶望する際無双の継承者と呼ばれる者たちが現れる。ここをタップして攻撃を行う。来なさい、安平。ここは黄金討伐の戦場ですぞ。もし、また現れたでござるか。ならば、伝授していただいた技を使わせてもらおう。これらは、そなたの父上、愚政、関羽より伝えられし武芸です。その威力を世に見せる時が来たのです。
称えられる武将の息子張邦がこんな土地で公園の番人をしているでござるか。さよう。そなたの父親と張邦の父親は生死を共にすることを誓った義兄弟です。それが今私有に封印されてしまっています。そなたと同じく困難に立ち向かう勇気と国のために尽くす志を持つ若者です。さあ張邦に会いに行きましょう。どうやら彼の名は知れ渡っているようだ。招かれざる客まで来てしまったでござる。カメラモードを調整すればより見やすい画面になります。そなたの父の第二の必殺技十文字切り。ダメージを防ぐことができます。素早く打ち破りましょう。よくやり遂げました。敵将の破体が破られ、よりたくさんのダメージを与えられるようになりました。全力で攻撃しましょう。出よ出よ出よ。させてもらうが、お主の父親は今行方不明なのではござらぬか。なぜ知っている。お前が親父に何かしたのか。それは違います。張邦、本来であればそなたたちの父親は義兄弟の誓いを立て三人で単出復興の志へ向かっていたのです。だが彼らは私有により封印されてしまいました。世は乱れ、官室を守ろうとする者がいなくなってしまったのです。私がここへやってきたのはそなたたち我らの悲願を叶えてもらわんがためです。同じ宿命を背負う者同士、手を組み世に貢献しようではござらぬか。それだけでは足りません。私たちは父上たちの願う天下統一を成し遂げねばならないのです。よくぞ言った。俺も男だ。仲間に入れてくれ。我ら三人一致団結して父上を助け出し、私有を滅ぼさん。官室を復興し天下を統一するのだ。公金を率いて放棄した。
けてくれ、強盗だ、誰か助けてくれ。彼を助けてやる気になれない。まさかしら、祖祖は莫大な財産を持つ富豪です。我々には資金が必要、早く助けましょう。回避スキルを使用すると敵将の攻撃を回避できます。傀儡を召喚した。傀儡は瞬時に包囲を突破し、聴覚と共に去っていった。見事な戦いであった。戦場で頭角を現した将軍に有能な兵士と武器が備われば、向かうところ敵なしでしょう。獲得した装備を見てみましょう。ルイの選択をします。このコテはなかなか良さそうですね。戦闘力がアップしました。さらに指輪もあります。よし、この新装備を身につけて腕前を試しましょう。私は中山小藩の祖祖と申します。先ほどはお助けいただきありがとうございます。志を持つ者として当然のことをしたまででござる。それはこの人だけの考え。私は謝礼に興味があるわ。俺は興味ねえな。どうせ俺の方が金を持っているに決まっている。面白い方ばかりですね。命を助けていただいたお礼に皆様が天下を取るための資金援助をさせてください。まだ黄金軍の残党がいます。残党の成敗は一回限りですよ。あの巨大な傀儡に追いつき成敗しましょう。恐るべき殺傷力を持った化け物です。出遅れてしまってはどれほどの命が奪われるか分かりません。タップしてオートバトルを開始しましょう。せよ、ハッ！
敵味方の区別もつかない傀儡とは。そんな教授を呼び出すとは、聴覚は正気を失っています。地面が陥没したぞ。この穴は通常のものではない。拙者たちも入ってみるでござる。見事な戦いであった。さあ、傀儡と決戦をしましょう。まさか黄金軍の陣地の下にこんな大穴があったとは。あんな巨大な化け物が急に現れるわけがない。きっとここで飼われていたのね。染みついちまいそうだ。おい、ホゲンを俺たちに引き渡せ。そしたら金をやる。その金で村を立て直すんだ。せよ！早くご送してここを離れましょう。